皆さんこんにちは、ケンです。今日は急遽カメラを回してます。2022年4月5日にキャノンデールからトップストーンカーボンとトップストーンの新型の発表がありました。いわゆるマイナーチェンジでカラーだけ変わったとかではなくて、もうフルモデルチェンジでした。その内容が結構衝撃的だったので、今トップストーンカーボンレフティー乗りとしてはちょっとその新型について解説しようかなと思ってます。結論から言うと、今回のトップストーンカーボンは今こちらにあるトップストーンカーボンレフティー3、こちらの旧型よりだいぶ改良されて、もう旧型か新型どっちを買うかって迷った時にはもう新型一択かなっていう印象です。現状のトップストーンカーボン乗りとして新型がなぜいいかっていうのを詳しくお話ししようかなと思います。メディアとかで取り上げられているニュースは3記事ぐらいは読んでます。その知識レベルとキャノンデールのホームページを見た知識レベルになっちゃうので、ちょっと間違ってるとかあるかもしれないんですけども、現物も見てないししょうがない部分なのでご了承ください。まず旧型モデルと比べてもうフレームが大幅に変わりました。全然違いまして、今こちらがもう独自規格だらけのトップストーンカーボンレフティ。私の過去の新車動画を見ていただければ分かるんですけど、メンテナンス性とかカスタムしたいっていう方にはトップストーンカーボンレフティおすすめしませんよっていうお話をしてるんですけども、まずそこが全部今回なくなりました。キャノンデールっていうと独自規格を使って革新的なパーツとかも使ったりしてて面白いなと思ったんですけど、それがなくなりましたね。そこはシナプスの発表の時からもしかしてそうなるんじゃないかなと思ったんですけど、なんでそうしたんですかね、ちょっとわかんないんですけど、とにかく新規ユーザーの獲得、やっぱりその独自規格が、まあ、僕とかは工具自分で揃えて自分で触れるんでいいんですけど、やっぱりそのメンテナンスとかショップに任せてるっていう方からするとキャノンデールの独自規格っていうのは手出しにくいところではありました。でそれがシナプスの発表の時にそういうのがなくなって盛り上がってたのを覚えてます。最近の話ですよね。それが今回のトップストーンカーボンでもなくなってまして、まずその BB がキャノンデール独自の BB30 とかそういうのがなくなって、もうスレッド式ですね、68ミリスレッド式になっているので、シマノのあの BB とか比較品の BB が付けれますので、いろんなカスタムができるようになりました。そこでまず幅が広がったっていうのと、 AI オフセットっていう、まあ、いわゆるチェーン性の部分短くしてダイレクトで俊敏な動きができるっていうのがトップストーンカーボンの時の当時の発表で覚えてるんですけど、それもなくなりましたね。カーボンのフロントフォークのものについては好きなホイールを選べる幅がだいぶ広くなりましたよね。まあ羨ましい話なんですけど、12速とかも、やろうと思えばできますもんね。縛りがなくなったので BB の部分、クランクの部分、ホイールの部分においてカスタムがだいぶしやすくなりましたね。今例えばロードバイク乗っててグラベルロードを次何買おうかなっていう方だったりとか、セカンドバイクとしてグラベルロードを選ぶ方にとってその独自規格がなくなったっていうところで自分で触れる人も多くなるわけですね。そこのユーザーですね、トップストーンカーボンを選択するっていう方が増えていくんではないかなって思います。やったっていう人もいれば、まあ、僕みたいにどっちでもいい、はい、どっちでもいいっていう人もいると思います。こちらのキングピンサスペンションがベアリング式からブッシュ式か、ブッシュ式に変わったということで、まず 100g の軽量化だったと思います。 100g の軽量化となって、しかもメンテナンスもする頻度が少なくなるよっていう表記が確かキャノンデールのホームページであったと思うんですけど、キングピンサスペンションは改良された、試作とか実験とか繰り返してそっちを採用したわけですから、そこの進化は結構大きいなっていう感じですね。いやー多分変えれないんだろうな、そこだけ変えれたりとかできたらよかったんですけどね。乗り心地がスムーズになるって歌ってありますね。軽量化にもなってますし、 AI オフセットがなくなっていろんなホイールがはまる、羨ましいっていうのが正直なところですね。まあね、こうなってくると今私これで AI オフセットの手組みとかレフティの手組みとか動画撮ろうかなって思ったんですけど、ちょっともう需要なくなってしまいましたね。はい、そこはちょっと残念ですね。メディアの記事の中には書かれてなかったんですけど、もう一つちょっと画像で見つけることができて、シートポストのクランプするやつが今これってどこにもないように見えるんですけど、ここにあるんですね。ここからアーレンキーを挿してちょっと
まあサドルの上げ下げとかメンテナンス性はぶっちゃけて言うと工具がトップチューブに当たったりして悪かったんですけど、見た目はすごくスッキリしてて好きなんですけど、外出しのクランプになったことによってそこのメンテナンスも優れてますよね。ですからね、このトップストーンカーボンレフティ乗ってますけど、今販売されてる例えばトップストーンカーボンレフティ2とか乗り比べても正直もうわからない、フレームが違うので比較がもうできませんね。違う乗り物だと思ってます。モデルなんですけど、トップストーンカーボン1 RLE、 トップストーンカーボン1レフティ、トップストーンカーボン2レフティ、トップストーンカーボン 3L、 トップストーンカーボン4っていう風に5モデル出てますね。トップストーンカーボン 1RLE はスラムの、まあ、E タップがついてるモデルになるんですけども、こちらとトップストーンカーボン1レフティっていうレフティオリバーがついてる肩持ちサスですね、この2つが最上位グレードになるっていうところですね。今持ってる自分としてはちょっと良かったなっていう部分ではあるんですけども、このレフティオリバーはどうも一緒っぽいですね。上位、一番上位モデルはカーボンコラムのモデルで、2の方はアルミっていう感じで、表記だけ見ると変わってないですね。そこはちょっと安心したところ、まあいわゆるもう完成しきってるってことかなっても思ってますし、まあ、次出るにしてもどうなんでしょうね。タイミング的にはあと1年は出ないと勝手に思ってます。次の、モデルチェンジの改良点として、スマートセンス、シナプスでありましたよね。ここにバッテリーが積んであって、そこからリアライト、フロントライトにつながって一つのバッテリーで管理できるっていうキャノンデールのシステムなんですけど、これが搭載できるように、フレームに搭載できるような仕組みになってます。こちらについては、まあ、性能に直結するものではないので、もう好みの問題かなとは思うんですけど、もちろん僕とかだったらそのガーミン製のライトとかじゃなくて、もっと使いたいライト、ボントレガーとかムーンとかキャットアイとか使いたいので、そこまで、重要視はしてないんですけど、そういったスマートセンスがついてきてます。ここはちょっと予想通りではありました。今後の出てくるモデルもスマートセンス搭載っていう風になってくんじゃないかなと予想してます。スマートセンスがいらないよっていう方でも、そこにチューブとかを取り付けれるようなアタッチメント、ストラップホルダーとかがついてるらしく、それは非常に BB 周りに収納できるっていうのは便利だなと思います。今私の持ってるトップストーンカーボンレフティは、27.5650B っていうですね、まあ、結構太めのタイヤを履ける、エアボリュームが大きくなる車輪を採用してるんですけど、新型はどうも 700C、 早くグラベルを走れるようなを目的にしてるような気になってるそうです。なんで 700C なんで、そこはやっぱり 650B より幅広がると思いますし、そこのホイールの選択とかタイヤの選択っていうのも幅が広がるのかなって思ってます。ちなみに 45C まで幅入るそうなので、 45C あればグラベルロードとしては十分な太さが搭載できるかなという感じですね。ドロッパーシートポストがついてるモデルもありまして、これも羨ましいですね。これ DI2 にしちゃってますので、ドロッパーシートポストをつけようとするともうちょっとバッテリーの位置とか工夫しなければいけませんし、今キングピンサスペンションが邪魔してるので、ちょっとバッテリーの位置悩みどころになっちゃうのでつけれないんですけど、グラベルライドによってドロッパーシートポストあるとすごい便利だなって最近やっぱりいっぱい走ってきた中で思ってますので、そこは羨ましいですね。トップストーンカーボンの中で使用比較した中でやっぱ一番おすすめっていうのは、レース出る人とかでもにも言えますけど、ズバリ言うとトップストーンカーボンレフティ2ですね。これいいですよね。色は黒とイエローがあるんですけど、このイエロー結構奇抜でグラベルにおいて目立ちますし、すごいいいなって思いました。コンプはシマの GRX の800シリーズをほぼ搭載してるし、ドロッパーシートポストついてる。トップストーンカーボンレフティ3、今これより2なので、まあ、上位モデルっていう位置づけだと思うんですけど、4万ぐらい差があります、まあ、キングピンサスペンションも進化してるっていうところで言うと、まあ、やっぱりレフティ3よりレフティ2の方が僕は面白いと思います。以上になります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。